ドロホターゼンはドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州のシュターデ軍に属す町村である。この町はハンブルクの北西約4 5トルのエルベ川南岸に位置する。人口約1万2千人でケーリンゲン南部の大部分を包含する。ドロホターゼンの町はかつてエルベ川下流域の島であったクラウト山と地区が長さ1 5トルにわたってこの川を 町境としている。南は、下で死に属すピュッツフレート集落と境を接している。自治体としてのドロホターゼンには、アッセル、リッチュ、バルンクリーク、クラートザント、ヒル、ドルンブッシュといった集落を包含している。ザクセン人の古い入植地であるドロホターゼンは1287年に初めて記録されている。 現在の自治体としてのドロホターゼンの町は1972年に、旧町村のドロホターゼン、アッセル、ヒュルガ合併して成立した。ドロホターゼンの町議会は27議席からなる。2015年7月1日からミケエックホフが町長を務めている。銀字に赤い階段状の山形模様が2つ描かれている。この紋章の由来は明らかでない。 ドロホターゼンの町当局は1938年3月5日にこの紋章を制定した。1972年の地域再編で近隣町村と合併した後、この紋章は新自治体ドロホターゼンの紋章として存続した。ヒュルト・アッセルは固有の紋章を有していない。やがて、アッセル、ドルンブッシュ、クラウトザントでもこの紋章が使われるようになった。 ドロホターゼン町内ヒル地区にあるクンストラウムドロホターゼンは公的支援を受けている民間主導のギャラリー兼教育施設である。ドルンブッシュ地区ではハイイロガンの日として特別な文化イベントが開催される。バルンクリューク地区にはヘントラーナターマンの散弾製造のための高さ42メートルの散弾製造塔がある。この塔は現在は散弾の製造には使われていない。 アッセルには、教会の近くに、昔の生活を展示した、地方博物館がある。アッセル住民協会、EV が建造した修猟者財団内では、生活や労働の様子が、より詳しく集中的に展示されている。計画中のアウトバーン a 2 5号線と A26 号線が、将来結ばれる際には、ドロホター線にそのジャンクションが建設されることになる。これと同じ時期に、 ドロホターゼンからシュレースビヒホルシュタイン州コルマーへ抜ける A20 号線のエルベトンネルも建設される予定である。ドロホターゼンはクロッカスの栽培地で花の祭りが開催される。この祭りではオールドタイマートレフが開催される。これは毎年決まったテーマに基づいて古い乗用車、トラクター、トラック、オートバイ、スクーターなどが一堂に会するものである。 祈祷店の祝日の週末には、クラウトザントで芝刈りキレースの世界チャンピオン大会が開催され、1万人近くの観客が訪れる。夏には、クラウトザントのエルベ川の河市で草競馬が行われる。秋になると、競輪園全域に灰色岩が飛来するのに合わせて、灰色岩の日が開催される。この他には、毎年、射撃祭が開催され、近隣地域から、 多くの射撃クラブがドロホターゼンに集まる。この街の最強のサッカークラブは1977年に設立された SV ドロホターゼン、アッセルである。このクラブの男子第一チームは、ニーダーザクセン東部オーバーリーガに所属し、ドロホターゼンのケーディンガーシュターリオンをホームグラウンドとしてプレーしている。ドロホターゼンは、軍道111号線及び、 連邦道 B 四 B495 号線に面している。集落の東には、洪水防止のために1978年に作られたルーティンシュトルム石がある。ドロホターゼンオーシュターデやイッツベルデンと結んだ1899年に建設された狂気鉄道ケーリングアークライスバーングは1936年に廃線となり撤去された。この路線のいくつかの車両は、 ジルト島に売却され、同島の北端と南端とを結ぶ路線で運行されて、いたが、このジルト島の鉄道もすでに廃止されている。ドロホターゼンの経済は中規模企業が主力である。多くの企業は、ドロホターゼン営業組合、EV に加盟している。主に救命ボートを製造し、世界中に輸出している、ハテッケベルフト系人間地域最大の雇用種である。営業組合は、 地域経済を強化し、地域通貨、ケーリンガーの導入を検討している。シュターダーターゲーブラットは、南ケーリンガー地方版を観光している。ドロホターゼンには、総合学校が1校ある。ドロホターゼン共同総合学校、エルプマルシェンシューレは、本家庭学校、実家学校、ギムナジウムの3つの異なる教育部門を1つの学校に統合したものである。 ギムナジウム部門は、第10学年までが学び、アビトゥーア習得を希望する生徒は転校する必要がある。例えば、下でのギムナジウムアテナエウムや、ビンセントリューベックギムナジウムが、その転校先となる。本家庭学校の生徒は全家庭を完結することができる。ありがとうございます。